ちょっと待ってください。レンジの音から始めましょう。暑くて暑くて暑いんじゃないか、暖かいね、暖かくて美味しいです。はい、皆さん今日はもう、まあ、まずこんにちは。で今日もですね、また、会話の練習したいと思います。で今日は、日本人にいる、あ、日本人じゃない日本にいる、学生が2人いて、で1人が、インドネシアにいるっていう学生で、まあ、一緒に会話の練習したいと思います。皆さんもね、もし一緒に、練習したいならこのビデオ、最後まで見てください。はい、じゃあでは始めましょう。ちょっと待ってくださいね。TT さんが入ってきまして、はい、その後やりましょうか。ああ、まだです。はい。こんばんは、TT さん。こんばんは、先生。はい。なんていうの、面接合格しておめでとうございます。先生ありがとうございます。はい、気持ちはどうですか。先生気持ちはどうですか。でも嬉しかったです。嬉しかったです。はい、そうですね、それは2回目ですよね。2回目の面接で、合格っていうことでしたよね。はい先生。ああ、わかりました。何人合格したんですか？先生？何人合格したのは何人いましたか？二人受け取ります、先生。二人ですね。二人合格しましたね。はい、あ、なるほど。それはどこにある会社ですか？群馬に会社です、先生。あ、群馬県にあるんだ。はい、そうだね。それは介護の仕事だよね。はい、先生。確かに、そうだね。群馬県に、介護、介護の仕事をやる人が多いですね。やはりそこが、リハビリテーションとか多いですかね。そしたら、いつ日本に行く予定ですか？わかりますか？5月、estimasi apa ya, sensei? Estimasi, まあ大体でいいで、大体何々頃とかでいい。例えば3月頃とか、3月ぐらいにとかでいいと思いますよ。5月ぐらい。5月ぐらいに行くんですね。それは楽しみですね。はい、それは本当に楽しみだと思います。今日は、3人で、まあ、3人私も入れて4人で、会話の練習したいと思いますけど、あと2人はまだ忙しくて、多分この後入ってくると思います。で、その時に、まあ、この人はもう日本で、働いている、人なので、後でいろいろね、その人に、質問してみてください。ね。なんか犬の声。カタガンが座る犬に。ガヤ。ラジャムスカランエトラメ犬さん。少しね。はい、すいませんね。はい。で、はい、これからダルニタさんという人が入ってきます。で、その時にね、まず自己紹介とか。はい、なんか怖いな。なんか髪がすごいですね。はい、ダルさん、はい、こんばんは。こんばんは。はい。髪すごいね。長いね、髪が。そうですね、先生、長い。それな、どのぐらい切ってないですか？どのぐらい切ってないですか？6ヶ月ぐらいかな、6ヶ月ぐらい切ってないです。なるほど。そしたら長いですね。それは、帰るまで切らないですか？そう。そういうやるつもりね。はい、まあいいと思います。そうだね、今日はまたCTさんっていう学生がいて、
で、この学生がもう最近、昨日、一昨日ですかね。一昨日、面接合格しました。ああ、すごいね。おめでとう。はい、ありがとうございます。はい。で、ナビタさんはもう日本で働いています。で、今回はね、シティさんが、まあ、学校で、まあ、いろいろ勉強したこと思いますけど、それを活かせて、ね、それを使って、ダルニアさんにいろいろ質問してみてください。ダルニアさんはもう先輩ですからね。はい。まあ、その前、まあ、その前にね、お互いに知らないから、まず簡単な自己紹介から始めたいと思います。まあ、まず、ナディア、なんですかね、ダルニタさんから、ちょっとまあ、はい、簡単に自己紹介してください。はい。はい。はい、はじめまして。私の名前はダルです。バリの出身です。はい。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ、Cさんを自己紹介ね。よろしくお願いします。はい。こんばんは。はい、こんばんは。はじめまして。私の名前はシティ・ノルジャンナ・シャリフォディンと申します。シティと呼ばれています。ゴロンタロから参りました。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ダルさんはすごく優しい人、まあ、顔多分怖いかもしれないけど、すごく優しい人ですよ。ですから、そうだね、あんまりなんていうの、緊張しないで、何でも、ダルさんに聞いてみてください。では、シーさん、何しよう、何でもちょっと聞いてみてください。どうぞ、時間、どうぞ。真逆に、あ、どうぞ、はい。先輩、今どこにいますか？はい、シーさん。今、私は、おがきのリプ県に住んでいます。してるかな？してないと思う。日本の真ん中のあります。リプ県っていうのは長野かな？長野の近くかな？長野かな？あ、長野近く。名古屋も近いよね。はい、知れます。うん、そこは寒いですよね。まあ、山がたくさんあって寒くなります。そうだね。はい、どうぞ。知事さん、もしかしたらダルさんとかね、もし聞きたいことがあればどうぞ。はい、はい、どうぞ質問してください。誰でも、まあ、今会話の時間です。知事さんはもう何年間ぐらい日本語を勉強していますか？まあ、はい、日本語を勉強します。1年ぐらい勉強します。1年ぐらい、え、どこに勉強していますか？あ、アセロナジャラヤに勉強します。あれ、日本の学校ですか、国生ですか？私わからないです。あ、これは語句祭あるけど、でも、介護とか、介護、看護師とかあります。うん、看護師、はい、してます。あ、すごい、もう1年間日本語勉強してますね。なんで日本語勉強してますか？日本に行きたいんですか？あるいは、うん、理由は。理由は2つあります。1つ目は、はい、日本人の働き方を深く勉強したいからです。2つ目は、日本で一生懸命働いて、そしてインドネシアに戻ったら、クリニックを建てるためです。日本には何を仕事したいんですか？日本で看護師になると仕事に、なる、あ、日本で看護師に、看護師に、看護師の、看護師の、看護師の仕事をなりたい、仕事をやりたいです。あ、そうか、すごいな、看護師ね、優しくなりましたね。うん、そうですね。今、シティさんはすごい緊張してるみたいですね。緊張してます。すごい、全然。それはまあ、普通に友達と思えば、そんな緊張しなくてもいいと思いますよ。まあ、普通に話してみてくださいね。
はい。どうぞ質問してください。誰でもいいです。うん、はい。先輩、今は何仕事ですか？いいですね。何の仕事をしていますかとかね。あ、していますか、はい。うん。今は私の仕事のっていうのは、もやしを作ります。もやしというのは、インドネシア語で、チャンバしてるかな、チャンバ。Nelayan kana? Hmm? Nelayan? Cambah? Kecambah, kecambah. Tobu, tobu. Tobu. Oke, oke. Hai, nelayan di sini. Pertanian. Kirain kambah, sensei. Enggak, ini sayur ya, buat sayur ya, kecambah. Hai. Sayur, kecambah. Pertanian? Hai. Nanti, nobyo jana kutik, kedo, sigoto wa naka ni...中の建物に仕事して、あとも野菜とかいろいろ混ぜて、例えば人参、ピーマン、しめじ、いろいろ野菜混ぜて、一緒に袋入って、あとは売ります。そういうこと仕事します。そうですね。まあ農業ではないんですけど、なんか工場ですね。まあ、野菜を作って、まあ、最初から作るんじゃなくて、もうできた野菜をいろいろ発酵して、それをなんか売りますみたいな。例えば、もやしとか、あと人参とかね、きれいにして、切って、で発酵して、で、あのスーパーとかに送るっていう仕事ですね。そうですね。はい。はい、です。なるほど。はい。逆に質問してください、ダルさん。今、すごい緊張してると思いますよ。シさん、おとといも合格しました。あれ、何の試験ですか？面接？はい、面接です。面接の何の仕事ですか？仕事は看護師です。介護です。介護。いいな、本当に。日本のどこですか仕事です。グムナに仕事、会社であります。チョバオラン？どこ？チョバオラン？グムナ、グムナに会社であります。会社のあります。会社は？会社はグムナにあります。そうです。まあ、日本はどこですか？私知らないです。スターですか？上かな？下ですね、群馬は。群馬は下の方にありますね。はい、まあ九州とかの近くですかね、群馬は。はい。群馬県、そうだね、下の方で。いつ日本に行くつもりですか？あと、5月ぐらい。五月ぐらいです。はい。五月？はい。五ですね。五だよね。五月ぐらい。Estimasinya 5 bulan sensei nunggu CEO turun。そうだね。大体だよね。大体。はい。そうだね。あの、な、CT さんはもう技能実習生じゃないよね。技能実習生で行くんですか？それとも特定技能で行くんですか？技能実習生先生。あ、技能実習生です。はい。特定技能じゃない。じゃないよね。なるほど。まあ、それね。看護師もいいですね。お金が。そう。給料が高いかもしれないね。そうですね。夜勤とかもあるから、お金が あると思いますね。そうだね。また、日本で、あの、まあ、初めて、日本にいたらつまらないかもしれないですね。まあ、すぐ、インドネシアに帰りたいっていう気持ちになるかもしれないね。それはわからないよ。では、シティさんはどうですか？もう一人暮らしはもう慣れてきましたか？一人暮らしわかるかな？独身でいるやん、先生。そうです。はい。一人暮らし。一人暮らしことは、最初は寂しくなると思いますが、
でも今技術が散歩していますから、家族に懐かしい時、すぐにビデオコールすることができます。ですから大丈夫と思います。うん、大丈夫だって。あれ、Cさんは誰と日本に仕事しますか？友達がいますか？会社で、私と友達と二人いますだけ。ちょうど2人先生がもらえるんですよ。なるほど。今はその会社に、インドネシア人いないですね。はい、いないです。いないですね。そしたら、これから、いませんね。いません。はい。はい、いません。これからは、CT さんは、友達と行くみたいですね、その会社に。そしたら、もし CT さんがもうその会社に入ったら、インドネシア人が2人いるということですね。はい、先生。はい。わかりました。Coba tanya ke Darsang. Darsang kapan pergi ke Jepang? Atau sudah berapa lama di Jepang juga? Dozo. Nihongo sukate kudasai. Hai. Senpai, dono gurai Nihongo de sunde imasu ka? Ima made wa mo 2 nen kan han gurai Nihongo ni sunde imasu. Kedo Nihongo amari dekinai yo. Pera-pera janai yo. Sukoshi dake hanashimasu.でもあなたの日本語は上手と思います。そんなことないと思いますよ。私日本来る前に何年、8ヶ月ぐらい日本語を勉強して、けど中心は5ヶ月ぐらい日本語を勉強して、あとは日本に行きます。日本に行ってで最初は何もわからなくてちょっと困ったよ。大変だったんだ。もう1年間ぐらいも日本語を勉強してた僕も大丈夫と思います。こんな感じ日本語も話せますのでいいと思いますよね。そうだね、まあ、このぐらい話せるといえば、やはり日本にいてもそこまで困らないと思いますけど、やはり会社に入って、その会社の言葉とかね、よく、まあ、その会社でよく使う言葉とかたくさんあるので、多分それでちょっと頑張らないといけないというところもあるんですね。はい。それはやはりどんな会社にもやっぱりそこで使っている言葉があります。ダルさんもね、最初にその会社に入ったら、それ何ですか、それ何ですかとか、たくさん疑問があるあったと思いますね。だから、ね、CT さんも同じだと思います。その会社に入ったら、やっぱり、なんていうの、道具とかもいろいろあって、薬とかもね、これいつ飲ませるとか、やはり、困ると思います最初はね。だからたくさんメモとか取らないとちょっと難しいと思います。はい、頑張らないといけないのはこれからです。まあ面接合格してそこからが始まるだね。始まりが始まります。頑張ってください。はい、saya akan berimas. Okay, coba yang pertanyaan yang gampang-gampang ya, tanya ke Darsang. Darsang keluarganya berapa? Apa namanya? Apalah tentang keluarga coba tanyain. Tutup. Yang gampang dulu. Keluarganya ada berapa? Gambar tiga dasar. Darsang, anak no kazoku wa nanin imasu ka? Kazoku wa 5 nin desu. Oto-san to oka-san to oni-san to oni-san watashi desu. Lengkap desu. Si-san wa do? Watashi no kazoku wa 4 nin imasu. Ryo-sin to ani to ane to watashi desu. 4 nin? Hai.兄と両親、母と父と、はい、兄と姉と
私です。5人になると思う。でも、今、母はもう亡くなってしまいました。ごめんなさい。そうだね、あれ、家族は一緒に住んでいますか？今、家族はゴロンタロに住んでいます。私はジャカルタにいます。あ、そうなんですか。ジャカルタはどこに住んでいますか？チブブルに住んでいます。チブブル、はい。食べ物みたいなチブブル。そうですね。ジャカルタは、はい、どうぞ。どうぞ、タルさん。はい、シスさんは、なんでゴロンタロに日本語勉強していませんか？なんでジャカルタに日本語勉強していますか？最初は、私はジャカルタに行きます。私はボランティアの COVID を、行きます。働きます。あとは、オセルナジャヤに入ります。そうだね。ボランティアとかでね、ジャカルタに行って、で、それで、まあ、もうそこで仕事しながら、その今、通ってる学校に入ったみたいですね。はい。いろいろ危険がありますね。すごい。うん。そうですね。じゃあ次行きます。そうだね。ジャカルタは、ゴロンタロより、便利ですか？どれの方が便利？はい。はい。ジャカルタは便利です。でも、値段がとても高いです。でも、給料も高いでしょ？給料も、でも給料も高いでしょ？はい、高いです。高いですね。1ヶ月で、10万もらえるみたいよ、ダルさん。10万？ 10 万。お、すごいね。なんで日本に行きませんか？もう、ジャクルタしかない、もういいと思います。だよね、シティさん、給料は10万だよね。はい、でも、ボランティアときジュマンをだったかやジュマンを10コマだったか先生ゲもうもうさてボランさ jadi relawan ya dapat 7 koma tapi kalau enggak relawan ya pengangguran ya sensei なるほど。そっかそっか。まあボランティアの時はやはり給料もらえるんだけど、ボランティアという仕事がなかったら給料が、ないということですね。はい。なるほど。まあ、まあ、大変だと思いますけどね。まあ、ジャカルタとかで住んだら、仕事とかもなくて、やはり物価が高いから大変ですよね。そうです。とても大変です。でも私は、はい、どうぞ。ジャカルタは女の子大丈夫ですか？危なくないですか？はい。今はリオでいます。ですから大丈夫と思います。うん、ちょっとだったら、ちょっとだったら危ないかな。安全と思います。なるほど。ちょっとテレビ見たら、たくさん、なんと言うんですか、たくさん泥棒とかいろいろが危ない。ちょっと見たからちょっと怖いと思う。女の子ジャカルタにいます。そうだね。ニュースとか見たらやはり悪いイメージが出てくると思いますね。まあ、バリも同じだと思いますね。県外からジャカルタの人とかバンドゥグの人とかバリ見たらちょっと怖いとかそういう気持ちもあると思いますね。でも私はもういろんなまあ、いろんな国は違うけどいろんな県、まあ、バンドゥンとか、まあ、ジャカルタとかも少しいたんですけど、あとはランプンとかにも行って、
やはりそこに行ったらそこまで危なくないですね。危ないじゃない。でもイメージはね、人の話とか聞いたら、ジャカルタは危ないよ、ジャワは危ないよとか、まあ、テレビとか見たらすごいいろいろあって、やっぱり怖いですよね。でも実際にいたら、そうじゃないです。そんな危ないところじゃないです。でもやはりまた自分が判断しないといけないですけどね、やはりそういうところ危ないなと思ったらそこに行かないとか、やっぱりその人がちょっと危ないなと思ったら絡まない、まあ、その人と友達にあまりならないとか、それすれば大丈夫だと思います。まあ、日本にも危ないというところもたくさんあるんですけどね、もしそこが自分がそこに入ったらやっぱりまあそういう、なんていう、トラブルとかに起こると思うけど、もし自分がそこに行かないっていう気持ち、決める、なん決めたら大丈夫だと思いますね。日本も危ないよ、シティさん。悪い人も結構いますよ。うん。先生。多分ダルさんに、ダルさんの先輩はどうですか？優しい人ですか？はい、全然優しい人です。うん、いや違うよ、今ダールさんが日本に、日本で仕事をしていて、やはり日本人の先輩がいると思います。その先輩はどうですか、今ダールさんに聞いてみて。ダールさんまだ忙しいな。今部屋、まあ、いろんな部屋で入ったりして。友達今何人で住んでるんですか？4人です。先生4人で一緒に住んでるよ、シティさん。だからもう多分うるさい。大丈夫です、先生。うん。じゃあ、ダルさんの先輩はどうですか？日本人の先輩はどうですか？優しいですか？はい。優しいですね。それは良かったですね。そう、優しい先生。はい。みんな大丈夫です。うん、まあ、最初だけも。日本人の先輩はちょっと仕事まだ分からなくて、まあやっぱり怒りました。怒られた、怒られたね。そうですね、怒られた。うん。やっぱりそういう経験があったんですね。なんかバカとか言われたことありますか？お前バカかとか言われたことありますか？はい、最初だけ。はいはい。もう一年で時にはもう何回もそういうこと言われた。うんうん、あの時は日本語まだわからないので、もう大丈夫、まあ何言ってわからないけど。まあ、そうだね。けどもはい、どうぞ。今までも大丈夫、先生、もうあまり言わなかった。まあ言われてないね、あまり。言われてない。なるほど。そうだね。やっぱりなんていうの、日本語が分からなかったら、どんなひどい言葉言われても大丈夫よね。意味分からないから。意味分からないから。うん。まあ、バカと言われても自分が笑うよね。意味分からないから。うん、そうですね。それは、どこでも最初に大変だと思います。はい、どうぞ。Silakan ngobrol lagi. Ini kesempatan buat ngobrol, Cie. Sisang waduk. ちょっと待ってくださいね。どうぞ、二人でやってみてください。Sisang は何歳ですか？Sisang は何歳ですか？はい、シティさんは何歳ですか？あ、はい、先生、それとも以前も僕は怖さ先生、ただ今は24歳です。はい、24歳。はい。で、日本の学校行く前に大学生やりました。あ、はい。はい。ちょっと待ってくださいね。
今シティさんはこれからお祈りするんですか？はい先生。はいどうぞ、先にお祈りしてもいいですよ。はい失礼します。はいはいありがとうございます。じゃあこれからまたあの別の、学生が入ってきますのでこの人も、日本に住んでるからいっぱい話せると思います。あそう。これから入れますね。はい。頑張ってください。はいダルさん、はいうん、ちょっと待ってくださいね、これから。ザイナルさん、まあ、アリピンさんですね。アリピン。アリピンさん、聞こえますか？はい、今聞こえます。はい、仕事お疲れ様でした。お疲れ様でした。今、帰ったばかりです。なるほど。今、帰ったばかりです。はい、アリピンさんはなんかあのベトナム人みたいですね。なんかその声も。え？うん、なんか。一緒なんですか？なんかそう。自分の、 あの勘違いだと思いますけど、はい、なんか発音とかちょっと、はい、あの日本人にも近いけど、やはりちょっとにあの、はい、ベトナム人みたいですね。いや、あの、それは、うん、あ、そのビデオですか？あ、今の。もうさっきも YouTube で見たんですけど、あ、今の。はい。ちょっと緊張してるから、声がちょっと変わるかもしれないです。なるほど。あ、そうだね。今日は、あの、ダルさん、まあ、ダルニタさん。あ、ダルさん。はい。あ、見ました。見ました。YouTube で。あ、なるほど。はい。はい、じゃ今、2人とも、まあ、いろいろ話できると思います。どうぞ、質問したりとかしてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、簡単に、ダルです。よろしくお願いします。アリピンです。よろしくお願いします。とかね。それでいいです。はい。はい。あれ、フィリピンさんはどこに住んでいますか？はい、今は金谷に住んでいます。金谷。ダルさんは今、あ、ごめんなさい。はい。どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ、どうぞ。はい、アリピンさん、どうぞ。先に。あ、はい。ダルさんは今日本に住んでますか？まだ帰ってないですか？まだ帰ってない。日本に住んでます。日本のは岐阜県名古屋の近く住んでいます。あ、名古屋ですね。そうですね。あれどこの方ですか？日本の住んでいますか？鹿児島県ですね。あ、鹿児島は遠いですね。こっちから多分。時間ぐらいかかります。多分そっちから前私も友達もあの鹿児島に来た時それは何新幹線が何場所からちょっと忘れました。4時間ぐらいかかりましたって走ってくれました前は。これですね。友達に。おお、これいいね。出ますか。はい、どうぞ、もう一度。何の仕事してますか？あ、今、整備の仕事ですよ。車のこと、仕事です。すごいな。何の車ですか？トヨタとか、スズキとか。いろんなですね。あの、電車とか。でも、一番多い車はいつも、軽自動車、いつも行ってきます。あ、そうですね。すごいな。あれ。色のナンバー、あれ、ケジルですね。600cc の車。600? うん。あれ、ケジル車、600cc ですね。うん、そうそうそう、すごいな。ちょっと小さい車、あの、黄色いだよね。そうですね。ナンバープレートが黄色いの。はい、それは、あの、ケジル車というんです。ああ。うん。白いやつは何て言うんだっけ？白いやつは自動車。自動車。自動車。ああ、そう。そうですね。若い人がよく軽自動車使ってるんだよね。そうですね。特にあの、はい、どうぞどうぞ。ダルネタさん。もう何年間ぐらい日本に仕事してますか？今までね、あと4月か5月か3年になります。今2年なんか10月かな11月か、まあそのぐらいです。
ごいな、もう長い時間日本で。で、ダルさんは？私も2年間。今まで何年ですか？あ、2年間半？そうですね。同じぐらいですね。同じぐらいです。いつ日本に来たんですか？ん？いつ日本に来たんですか？2019年。あ、一緒ですね。と、10月7日。お、よく、よく覚えてるね。なんで自慢。あれ、日本語すごいね、もう、ペラペラ話してました、ね。いえいえ、まだまだ。あの残りますから、だからもっと日本語を勉強したいです。だからブリデは先生にもっと教えてもらいたいです。そう。まあ本当にアリピンドさんはもう本当にできてると思いますけどね。自分とあの勉強しなくてももう全然日本の生活は問題ないと思いますけどね。はい、まだいっぱいわからない言葉があります。うん、そうですね。そうしたらあのドラマとかね、いっぱい見ればいいと思います。あ、うん、そしたらもうだんだんその日本語を上達するよ。上達ってわかりますか？上達。上達、ティンカタンレベルみたいな感じですか？そうですね、はい。そうですね。そうみたいですね。そしたらだん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 上手になりますよみたいな意味ですね。上達する。あれ、アリピンさんは技能ですか？ごめんなさい。はい。はい。技能ですか？技能実習ですか？今、技能実習中です。ああ、もうすぐ終わりですよね。あれ終わってから、はい、特定技能やりますか？そうです。1年延期しますので。なるほど。あの、アリピンさんは日本人と結婚したいみたいですよ。そう、それはいいと思いますよ。はい。いや、日本人は私と付き合いたくないです。なるほど。じゃあ、今、まあ、今男だから、アリピンさん、あの、うん、日本人の女はどう思いますか？可愛いですか？綺麗ですか？まあ、そうですね。みんな綺麗です。まあ、まあ、でも一番、あの、いい天気ですね。あの夏時みんな女の人みんなよく分かってるね。そうですね、よく分かりますよ。夏だとみんなね、短いスカート使ってるんだよね。そうです。はい、また海とか行けばまたビキニとか見れるよ。海とかね、海近くに海があれば、うん、そこに行けば、よく人がいないし。ああ、そっか。僕は残念で。そうだね、海が遠い。できないです。時が山だけたくさんありますので、まあ、見えない。そうですね。で、ナルさんのところは、実家ですか？ん？で、ナルさんのところは、実家ですか？町じゃなくて。村です。じゃあ、一緒ですね。ちょっと、町は、ちょっと、遠い何時間ぐらいかな、名古屋に行って1時間ぐらいかかります。みんな田舎なんだ。いや、それより遠くないかもしれないしね。私ならあの船乗らないといけないんで。やば。そうですね。もしあのチャランドルなんて言いますかね、高速道路、高速道路高速道路、はい、ちょっとノット取ってきましたね。はい、いいですよ。真面目だね。すぐとノット取るよ。真面目だよ。真面目、本当に。本当に真面目だよ。アリピンさんは。はい。最初だけもしっかり勉強してけども、今までもあまり勉強しないです。そうだね。もう。すみません、さっき、チャランドルなんて言いますかね。高速ドル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 。はい。それはチャランドル。はい。チャランドルができたらどうですか？
jalan jalan tuh kosokudoru kita kosokudoru kita dari mau sih masa mau tuh toilet nih de basu mo ano kosokudoru ikinai nute negara sono basu wa sono mama fune de nute atau ano fu fune なんと言いましたね。港、はい。うん、港でちょっと降りて、あの、あとタクシーで、いやー、あの、駅前で。え、どのくらいかかりますか？うん、大変ですね、それ。どのくらいかかりますか？お金は。お金はね、2300円くらいかな。そのくらいですね。それ、片道？往復？あ、片道じゃなくて、往復ですね。あ、もう往復。あ、でも、それでも高いな。いや、そう、そしたら、今、アリピンさんが、あの、住んでいるところは、もう、小さい島ですか？そう、まあ、小さい島じゃなくても、あの、島じゃないしね。あ、はい。え、島じゃない。まし、kalau masih nyambung, kalau pulau kan, itu diputerin laut ya。Tapi ini masih nyambung ke daratan. なるほど。まあ、繋がってるけど、でもやっぱり船使わないとダメってことですね。はい、それバスならですね。でも別に車がありましたら、あ、行けるんだ。そのまま行けるんだ。はい、行けます。はい。ああ、はいはいはい。いや、面白いですね。いや、でもいつも一人で行くから。寂しいな。寂しいな。だから早く、日本人、まあ、女の日本、はい、あの日本人ね、付き合ってすればいいけどね、そしたらね、二人で行って、ラブラブしながらいいでしょう。日本人してる人は、それ、先輩たちだけですね。他は知らないです。なるほど。あ、そしたら、あの、初めて、その、なんていう、その場所にいたときに、どんな気持ちですか、はい、びっくりしましたか日本、これ日本、まあ、そうですね、びっくりしましたね。はい。最初はね、いつもマップで見ながら、あ、マップ、あ、はい、それで見ながら、で、あと、なまあ、それはね、誰かに日本人と来て、もし、あの、ここに行きたかったら、どっちの場所で乗ればいいですか、はあなるほど。それは大変ですね。でも、まあ逆に、最初はですね、そう、まあ最初は、まあ逆に、それで日本語の練習になろうと思いますけどね。もしそういう機会が、もう本当にそういう機会がなかったら、もう自分が勉強した日本語を、なんか生かせる場所がないと思いますね、あんまり。だって仕事のところでも、あんまり話さないでしょ、あの先輩とかも、まあその職場の人たちと。いえ、それはね、仕事の時、あの、インカーでかけてるから。ああ、それで、うん、話せるわけ、ね、耳にさせてる。みんなと、あの、コミュニケーション取りますから。ああ、それもいいね。それは、なんだ、聞き練習になるでしょ。そうです。もし、あの、レジから何か